おはようございます。と今日は9月2日3日から販売をベースの方で開始する9月の新作のペーパーのご紹介をしていこうと思っております。で今回は平袋だけでなくボックスをたくさん作ってみました。またね YouTube でリクエストが多いボックスに関しては作り方も動画にしようかなって思っているので、よかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。で今回まず細かいものからメモからご紹介していきます。メモは3種類各10枚ずつ入っております。各10枚30枚入りで、メモを使って、まあ、いろいろ作ってもコラージュに使ってはいるんですが、こんな感じで結構かわいいクマちゃんが、かわいすぎない、なんていうんですかね、ちょっとこうちょっと大人っぽいクマちゃんたちが今回は 3種類ございます。ここにも同じクマちゃん、結構多分このクマちゃん使ってる率高いんですけど、今回こちらも、これはねボックスを作っていた時に余った端のペーパーで細めの平袋を作ってみました。こんな感じの、こちらにも使ってますね。このボックスにも使っています。これが3種類のクマのメモを使ったコラージュの使ってみた感じの雰囲気になりますね。まずはメモ、メモが3つと、コラージュシートは2種類です。このクマちゃんのコラージュシートはインスタライブの時にリクエストをいただいたクマちゃんなので、まあ、私的にこの両方向いてるものが欲しい、あと大小欲しいっていう感覚で、なのでクマがメインにはなってくるんですけど、なのでどっち向きでも使えるっていう使い勝手を特に重視した部分と、ここの部分ですね、ここはコラージュをしなくてもここだけ切り取ってポケットにしたりしていただけるかなって思っています。私は今回ファイルのポケットにはしてないんですけど、こんな感じでね、ここの下に帯みたいな感じで使うこともできますし、まあ、ポケットとして使ってもらうこともできて、まあ、このアニマルを切り取ればコラージュ素材としても使えたり、まあ、なんだろう、いろいろアイディア次第で使い方はいろいろできるかなって思っております。ここの部分もで、まああとはこのね月とかこの辺も使っています。あ、そうですね、このクマちゃんもこれですね、この空、このコラージュシートを使ってコラージュしていますと、まあ合わせてこっちも使っているんですけど、こちら2種類目、こっちがクマちゃん、こっちも、こっちはクモ、クモっていう名前で商品名になっています。このクモ、クモがメインになっているのと、一応ここのモコモコ部分、ここもねカットしたら使えるように、結構使ってくださってる方多く見たので、なるべく被らないように絵柄がと思って配置してみました。でもね下も両方とも使えるようにしています。そして今までここに言葉メッセージ書いちゃっていたんですけど、今回はスタンプを押して何にでも対応できるようにしようかなと思って、まあ、スタンプだったり、以前アルファベットのコラージュシート、旅するバニーっていうコラージュシートだったんですけど、あれにアルファベットだけがついているので、それをここに並べていただいたりして、好きなように言葉が使えるようにやってみました。なので今回ここもスタンプですね、押していろいろなものに対応できるようにちょっと変えてみました。なのであえて今回ここは何もないです。なので、この辺をカットして使っていただいて、ここに貼ってもらってもいいですし、まあ、こう花とか飾るだけでも可愛く使えるのかなって思います。あと、まあこのお花、このピンクのお花も以前のコラージュシートで出してるんですけど、結構人気だったのでちょろっと
3つほど置きました。こんな感じで、この平袋がこの2つのコラージュシートを使ったコラージュになります。まずコラージュシートが2種類で、次ペーパーになるんですけど、ペーパー今回はローズが基本的に多くて、なので全部ナンバーだけになっています。こちらがピンクの再販なんですけど、ピンクチェック結構大きめの格子模様で使いやすくて、私的にお気に入りのチェックなんですけど、表はこうちょっと粗めのチェックで、裏は銀ガム、斜めの銀ガムピンクのチェックになります。どっちも結構ね使い勝手はいいかなって思います。で、一応今回これ再販なんですけど、再販といっても1年ぐらい結構昔のものになるので、こちらもコンプリートセットには入ります。そしてまあこれ先ほどからあれなんですけど、これもねチェックで作ってみた平袋になります。で、今回このトレーシングペーパーはコンプリートセットのみのノベルティになります。を使ってこんな感じですね、平袋にして、こっちがちょっと大きめのチェックを表にした、両方チェックなので、まあこれ今ちょっとね柄があるトレペなんですけど、透明白、普通の柄なしのトレペをやった時にもこの後ろのチェックの透け具合がちょうど可愛くて、いい感じでなっています。こんな感じに平袋作ってみました。次 D23、 表はバラ、裏はドットになります。これを使ってみたのはこちらになります。箱のラッピングに使ってるんですけど、プレゼントとかね送るときにラッピングしたりしても可愛い感じで、女の子と合わせたりしても可愛かったんですけど、これをこう動物アニマル系可愛い系の素材と合わせても結構可愛くて、こんな感じで結構ねどんなコラージュにも合うのかなって、可愛い系のコラージュにも合うし、ちょっと大人っぽい感じのコラージュにも合ったりする、ピンクが優しい感じのピンクなので割と使いやすいのかなって思います。これが23番ですね。裏はドットな感じのペーパーになります。まあ半分にするとこんな感じで、真ん中で平袋にするとこういう感じですね。24番ですね。これはちょっとブルー味がかかった、青みがかった感じのペーパーになります。両面ね柄は一緒です。大きさがちょっと変わってます。こっちの方が、裏の方が少し大きめ、表は少し細かくしております。半分でこんな感じ、大きめの方が好きっていう方でも、小さめの方が使いやすいっていう方でも、どっちでもね使えるようにしてみました。でこれ方向もまあ割とどこからでも使えるかなっていうぐらいなので、何か作品作って端っこが余ってしまったりしてもどこでも切って使えるのではないかなとも思います。こちらを使って平袋を作ってみたのはこちらですね。こんな感じのコラージュをしてみました。女の子ですごく可愛い。で、細かい柄を表に、粗い大きめを内側にしたのでこんな感じです。
ちらですね、25番、こちらはこんな感じの、結構ちょっとね自分でも今回ナンバーにしたのがちょっと違いがあるんですけど、例えば23と25なんですけど、こういう感じなんですよね。で25の裏はこんなちょっとなんていうんですか、草柄というかアラベスクではないんですけどっていう感じの、ま、裏はまあ本当にどこでも使える、どの方向でもどの部署でも、ま、なのでダイカットの素材を切り抜くのにも使えたり、ボックスの内側だったりとかどの方向でもね使えるっていうのは結構使い勝手がいいかなと思うんですけど、こんな感じで、そうですね、でこれを使ったものがこのミニファイル、ミニファイルの内側です。ここ背景として使っている部分とポケット部分にも、裏面をこの背景部分ですねに使って、表の花柄の方をポケットに使っています。次26番、ブルー系のローズ、結構爽やかな感じが、で裏面はこんな感じですね。今回裏は全てシンプルな柄にしております。表が結構バラみたいな感じなので裏は割とシンプルにして、まあ、背景にしてポケットにしてみたいな、しやすいように雰囲気も合わせた裏面にしています。これはボックスですね、こちらを作りました。これが一応ね土台だけは厚紙を使ってるんですけど、ボックス部分折るだけでちょっと特殊紙、ちょっと固めの紙を使って折っただけの箱になります。なので結構ね簡単に作っています。うん、まあちょっと柔らかいといえば柔らかい、そんなにね強度はないんですけど、ちょっとしたメモのお裾分けだったりとか、こういうメモを入れたりとか、こうコラージュしたものとかをプレゼントしたり、ちょっとしたアクセサリーのプレゼントだったりとかにも簡単に作れるのでおすすめの箱になります。一応ね縁にはレースを貼っています。こんな感じで作ってみました。そして次27、もうちょっとアーチ状になった柄でなりますね。こんな感じで、優しいピンクです。サーモンピンクっぽい感じになります。まあもしかしたらちょっとね画面の見え方によって色合いがちょっと違って見えるかもしれないんですけど、まあ実物見る感じはサーモンピンクみたいな雰囲気になっています。で裏面はこんな感じですね。優しくて優しい雰囲気のペーパーで結構これもお気に入りになります。これはファイル、ミニファイルの表紙に使いました。こんな感じで、これぐらいのね小さいファイルも結構かわいいなって、手のひらサイズぐらいなんですけど、確かね
14センチ10センチとかだったかな、違うかもしれないんですけど、まあ、そのぐらいちょっと小さめのサイズで作っています。このボックスと同じサイズなんですよね。こうなんで箱とファイルみたいな感じで作ってみました。あ、同じクマ使ってた同じクマちゃんを結構気に入っちゃってますね、この子。はい、次28番、こっちはこんな感じの、クリームっぽい色、クリームってほどクリームではないんですけど、ちょっと、まあ、ナチュラルなベージュ、オフベージュみたいな、オフホワイト、ホワイトまでいかないかなっていう感じの色合いになるんですけど、で裏面はこんな感じ。この色もちょっと結構割と使いやすくて大人っぽい雰囲気が結構ね、私的には好きなのですが、これを使って作ったものがこちらになります。レターボックス、レターケース。この内側は裏面を使っています。これの裏面ですね、こっちを使って、まあ、表はこちらを使って、クマちゃんのメモ、この子ですね、この子使いました。なのでここに割とね丈夫に作っているので、こうここに素材とかを、素材じゃないや、まあ、何でもちょっとしたメモだったりとかを挟むこともできて、で、まあ、先ほどもご紹介したこのミニ平袋、こんな感じのものを入れたりとか、平袋もだいたい入るサイズになります。こんな感じの、で最後29番、このペーパーも結構私の中でお気に入りなんですよね。ちょっとこれは V の字っぽい感じのアーチ、アーチじゃないのかな、なんか鱗っぽいって言えばいいんですかね、この V でこういう風になってる感じですね。はい、裏面、でこれで作ったのがスライドのボックスになります。な感じの箱を作ってみました。ただ今回ちょっとこれきっちりきっちりしすぎて、あとこの取っ手部分をもうちょっとね下につければよかったんですけど、上につけすぎたことで空気のなんか抵抗を受けている感覚なんですけど、自分の中ではちょっと密着しすぎてるので、後ろあえてねつけてないんですよ、背面を。なので後ろから押してあげるとスムーズに開くボックスになっちゃったんですけど、ちょっとねきっちりぴったりすぎました。もうちょっと 1,2 ミリ余白があった方がスライドはしやすかったかなっていう反省があるボックスなんですけど、まあ、こんな他にはクマちゃんのスタンプを押して、まあ、内側は裏面を使っています。いいですね、これの裏面ですね、これを使って内側はと外側両方1枚のペーパーで作りました。あ、1枚、1種類のペーパーでね、こんな感じで取っ手は穴を開けてネジで留めているだけです。で今回この後ろ背中をつけなかったことで作りやすい簡単な感じでスライドのボックスを作りました。私的にこの箱を作るときにこうぴったりがいいんですよ、やっぱり
でぴったりで作っちゃうと、今度ぴったりすぎたらこう着出しがちょっとねしづらいっていうことなんですけど、ちょっと次作るときはもう少し気持ち 1-2mm ぐらい余裕を持たせるか、この取っ手をもうちょっと下部分につければ、この引っ張った時のあれが大丈夫かなって思っているんですけど、これはかね、あれです、厚紙1枚だけで作っています。なのでちょっと柔らかいというか、そんなに強度がないですけど作りやすかったです。これでペーパーが全てのご紹介になるんですけど、そして今回ねコンプリートセットにだけ入るノベルティです。単品には入らないです。こちらのいちごのトレーシングペーパー、これは前回いちごで裏面がローズになっていたデザインペーパー、ラッピングペーパーだったんですけど、それのいちごの面、こちらをねトレペにしてみました。で今回この端のレースがちょっと伸びちゃっていてるんですよ。ちょっとねここをご了承いただきたいという感じなんですけど、まあ、ね、今回ちょっといろいろ印刷会社さんと話をして、今後こういうことがないように印刷はできるようになるので、ちょっと今回はこうなってしまったっていう感じなんですけど、でこういういちごのねこれだけでねトレペにしても可愛いですし、これで平袋にしても可愛いし、まあ、ポケット作ったり、まあ、平袋の一部こういうとこに使ったりしてもらったり、これがいちごのトレペだけで作った平袋です。こんな感じ、やっぱり、ね、トレペだから音もいいし、ペーパー自体がいちごの柄がもうついているのですごく可愛いなって思います。こんな感じで、じゃあ今回これは販売もいたしません。ノベルティのみです。このねトレペはコンプリートセットのみのノベルティで、今回の単品2日がコンプリートセットで、3日が単品なんですけど、単品のノベルティはこちらのフレームのメモになります。そちらはコンプリートセットには入らないです。単品のみのノベルティになります。なので今回2日と3日とノベルティが変わっております。2日のコンプリートセットはトレペ、3日の単品はメモになります。で今回のコンプリートセットは先ほどご紹介した22から29までのペーパーが各10枚と、いちごのこちらのノベルティのトレーシングペーパーが5枚、メモが3種類各10枚30枚ですね。コラージュシート2種類各10枚20枚ですね。10枚10枚ですよ。10枚10枚の20枚が、こちらがコンプリートセットの一つになります。でこちらは9月の2日21時からの販売になります。今回の新作紹介はこの辺で終わろうと思います。今回ね本当いろいろ作ってみました。可愛くていろんなね作品作りにご活用いただけたら嬉しいです。それでは9月2日3日お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたまたねー。